タグチ、白鳥シリーズ、ナイチンゲールの沈黙。ナイチンゲールの沈黙は2006年に宝島社から刊行されたカイドウ・タケルの長編小説。著者のデビュー作、チーム、バチスタの栄光に続くタグチ、白鳥シリーズの2作目。作品の舞台である、東城大学医学部附属病院の小児科での出来事と、その外部で起こった、 殺人事件に田口と白鳥が関わっていくという内容。本作から桜宮サーガを構成する事故や他の街道作品にクロスオーバーする人物が登場する。なお、本作は執筆中に1000枚を超えることがわかり、編集から2作に分けるように指示されたため、本作と田口、白鳥シリーズの3作目、ジェネラル・ルージュの外線に分離されたという経緯がある。そのため、 ジェネラルルージュの外旋の出来事と同時進行で描かれている構成となっている。この分け方を作者は縦に分けると表現している。執筆時の BGM は中島美香、グラマラススカイ、シーソー、君が見えない、西城秀樹、炎。世の中を震撼させたバチスタスキャンダルから9ヶ月後。医者や看護師たちが浮かれていた。 東場大学医学部付属病院の忘年会後、小児科看護師の浜田紗也と、木更木翔子は、木の先と名乗る男に、火料瓶ガと呼ばれる有名な歌手、水落ち紗子のライブに誘われる。だがライブ中に、紗子が大量凍結する事態が起き、紗子は、翔子らの判断で、田口公平が当直を務める、神経内科病等の VIP 病室、通称、ドアトヘブンに入院することに、 一方、小児科には、牧村水人と、佐々木敦氏が、網膜目細胞腫を患い入院していた。その二人のメンタル面を危惧した、看護師長の猫田は、田口にメンタルケアを依頼。かくして猫田と藤原の差配によって、小児科患者限定の不定収束外来が開設された。だが同じ頃、水人の父親が無残な形で斬殺される事件が、発生する。 同じオレンジ新胸で1階にある、救命救急センター所属の早見光一は個別記事を、木更木翔子は、ジェネラルルージュの外線登場、大学医学部付属病院オレンジ、新胸救命救急センターを参照。入院患者2009年10月9日に、金曜プレステージ枠で、ドラマ、チーム、バチスタの栄光の続編として、チームバチスタ第2弾。 ナイチンゲールの沈黙のタイトルでドラマを放送。ありがとうございます。